こんにちは、日光富士です。今日は湯の湖一周ハイキング。奥日光湯本温泉に来ています。今日はですね、久しぶりに湯の湖の一周ハイキングに行ってみたいと思います。今日はね、最高のお天気です。楽しみです。それでは行ってみましょう。はい、今日はですね、車は市営の無料駐車場に停めました。今ね、朝の7時です。本当にね、いい天気なんですけど、気温がね、今9度、まだね、一桁なんですよね。これからね、気温上がってくると思うんですが、歩き出しちょっとね、肌寒い感じです。でも本当にね、気持ちがいいです。湯本の無料駐車場からは本当にね、歩いて数分で湯の湖に出られます。いやー、今日はね、最高ですね。綺麗ですね。あー、綺麗ですね。はい、後半のね、こちらがハイキングルートになります。はい、行ってみます。あー、見えますかね、山の上。まだね、雪が若干残ってますね。いやいやいや、そりゃ寒いよな。いや、でもね、新緑が本当にこう綺麗な季節になってきましたね。いやー、綺麗。はい、こちらからね、木道に入ります。こちらね、入り口に、案内板出てます。一周約 2.8 キロということですね。はい、はい、行ってみます。あ、一人の声だ。あー、すごいですね。昨日トンネルになってますね。あー、気持ちいい、気持ちいい。はい、こちらね、展望デッキがあります。あ、ここはね、湖が一望できますね。で、正面が男体山です。あー、綺麗だ。はい、展望デッキからですね、この建物脇に、遊歩道が続いています。こちらに入りますね。はい、こちらね、湯の湖周回線歩道です。はい、この辺りからね、散策ルートっぽい雰囲気になってきます。足元がね、土ですから、ぬかるんだり滑ったりすることもあります。ぜひね、こちらいらっしゃるときは歩き慣れた、シューズで来ていただきたいと思います。いやー、
天気がいいのでね、木漏れ日がこうとっても綺麗ですね。いやー雰囲気いい。これね、山側の方はこんな感じ、もうねうっそうとした感じの木にね囲まれてます。この湯の湖はですね、釣りでも非常にね人気の湖です。5月からね解禁になりまして、今もちらほら釣りされてる方いらっしゃいますね。私はねちょっと残念ながら釣りあまりやったことないんですけれども、ここはね本当に、中禅寺湖と並んで、聖地の一つですね。あの釣りの動画なんか、見させていただくと、あ面白そうだな、やってみたいなって思うんですけども、なかなかね商売上できなくて、ハイキングの動画なんかもね大抵も平日の早朝出かけてね午前中には急いで帰ってくるっていうようなパターンなので、なかなか釣りができないんですけれども、機会があればねチャレンジしてみたいと思います。この湯の湖はですね、その昔三ツ岳という山が噴火してせき止められてできたせき止め湖だということです。湯の湖という名前の通り、湯本温泉の温泉がねこちらに流れ込んでいます。で水深が、12メートルほどということで、湖あったかいんですかなんていう方いらっしゃるんですけれども、真冬には凍結します。これ表面がね、鳥の声がね、賑やかですね。春はいいですよね。日光ですね、ご存知の方もたくさんいると思うんですが、修学旅行でも人気の場所です。ご覧になってる方でもね、いや子供の頃修学旅行日光行ったよなんていう方もね結構多いと思うんですけれども、今年もね修学旅行たくさん日光来てくれてます。今もね湯本の駐車場に車を止めるときにね、もうすでにハイキングが始まってるグループ出会いました。もう6時50何分でしたね。びっくりしました。いや子供の頃そんな早くから修学旅行でハイキングしたかななんて思いましたけれども、今の時期ねとっても歩きやすくていいんですけれども、子供の頃はねなんとなく連れてこられた歩かされたっていうイメージがね強いと思うんでね、大人になってからぜひまた、ハイキングチャレンジしていただきたいと思います。東国三ツ松筋が咲いてますね。いやー新緑と一緒だと本当に綺麗ですよね。あーシャクナゲがね咲いてますね。あ下の方も咲いてますね。あーすごいすごいすごい、今年は花が多いな。
はい、この湯の湖のですね、こちらの斜面、西側の斜面なんですが、こちらはシャクナゲ、それからツツジがね多くて有名なエリアです。実はね、去年もシャクナゲの動画を撮りに来たんですが、去年はちょっと少なかったんですよね。今年はね、他のエリアの花も意外と多いようなので、もしかするとね、アズマシャクナゲ、それから東国三つ葉ツツジ、見頃になるとね、本当にたくさんの花が咲くかもしれません。ただ足場だけね、ちょっと気をつけてください。こちら片面がね、湖の方が崖になっている部分もあるのでね、気をつけながら歩いてみてください。いやー、このブナの木もね、すごい大きい木ですね。何かね、外国の小説か何かだと、この先端に引っ掛けて湖に向かってブランコかなんかできそうですよね。はい、こちらシャクナゲですね。いやー、ここは随分群生しますね。上の方までたくさんね、シャクナゲが群生しています。いやー、上の方もすごいな。あー、すごいすごい。あー、切れた。あー、この辺りもね、いや、シャクナゲすごいですね。シャクナゲのトンネルになってますね。あー、綺麗だな。すごいですね、こんもり可愛いですよね。あー、見えますかね、湖もね、本当に綺麗ですよね。はい、湖岸にね、降りてきました。綺麗だ。はい、この湖岸のね、このエリアにはベンチもね、備わっていて休憩ができるようになります。さすがね、この休憩ポイントからの景色はもう絶景ですね。はい、そしてね、この後ろ側はシャクナゲのね、群生地になってます。うわ、すごいね。あー、すごいすごい。あ、こちらね、シャクナゲドームですね。いや、すごい、これ咲いたらすごいな。少しね、咲き始まってますね。もう今週末ぐらいかな、もうちょっと先かな。いやー、すごいな。はい、そしてね、なんとなんとシャクナゲドームのすぐ脇、うわー、雪がねまだ残ってます。びっくり。
はい、こちらはね、黒部の大木ですね。うわ、大きい。あー、すごいですね。ちょっとね、てっぺん見上げるのも大変な感じ。あー、すごい。はい、こちらに橋があります。あー、急だ。はい、もう一つね、橋があります。あー、綺麗だ綺麗だ。可愛い声が聞こえますね。はい、もう一つのね、橋からの眺めももう絶景です。いやー、ここはね、新緑も綺麗なんですが、紅葉でも本当に人気のエリアです。はい、でぐるっとね、反対側を向くと、はい、こんな感じですね。これはちょっと木でね、見えづらいんですが、この先すぐもう夕方になります。はい、橋をね、渡り終えると目の前が国道120号線です。はい、では湯の湖沿いにですね、もう少し歩きます。はい、湯の湖をね、ほぼ半周しまして、東側の湖岸に出ています。この辺りはね、日差しが意外とあって、いや、ちょっとね、暑くなって一枚脱ぎました。こちらもね、本当に気持ちいい散策路ですね。はい、国道脇のね、道路からこちら、またね、ちょっと林の中に入ります。はい、こちらからね、このうさぎ島という出島のようにね、なっているところを歩きたいと思います。ここね、本当に雰囲気がいいのでね。はい、その前にこちら展望台です。いやー、綺麗ですね。はい、行きます。はい、このうさぎ島ですね、先ほども言いましたが、ちょっとね、出島のようになっていて、15分ぐらい歩くともう一周してしまうようなエリアです。ただね、この中、原生林が広がっていて、ほとんどね、手つかずの自然が残っています。とても雰囲気のあるところなので、ぜひここね、歩いてみてください。
今ね、釣りで群馬からいらっしゃっている女性の方にね、動画見てますって声かけていただきました。ありがとうございます。嬉しかったです。ちょっとねやっぱ恥ずかしいですね。でもわざわざね群馬から、日光までね釣りに来ていただくっていうのはもう光栄ですね。本当に今日はねもう天気がいいのでバッチリ大物をねあげてっていただきたいと思います。頑張ってください。私も頑張ります。この辺ね湖岸にね、東国三つ葉ツツジ咲いてますね。いややっぱ綺麗ですね。いや水面にもね映って本当に綺麗です。春のねこの時期はいいですね。日光はね本当にあの冬が長いんですよね。ですから私はねあのスノーシューなんかもやるので冬もいいんですけれども、やっぱり春のねこのグリーンシーズン、花の季節、新緑の季節、やっぱりね待ち遠しいですよね。やっと花の季節が来たっていう感じでね嬉しいです。はい、こちらでね、湯の湖の周回線歩道に戻ってきました。あ、この綺麗だ。これあの東国三つ葉ツツジというねツツジになります。文字通り葉っぱが3枚あるので三つ葉ツツジという名前なんですね。あー綺麗だ、この紫かわいいね。本当に新緑とよく合う綺麗な色ですね。鳥の声もね、春はね本当にこうワクワクした感じで歌ってますよね。はい、もう少しでね、レストハウスまで戻ります。これで一周することになりますね。もう少し、はい、湯本温泉のね入り口に戻ってきました。ああ本当にね綺麗な景色、すごいですよね。これねカメラもねそこそこ画質いいと思うんですけど、いややっぱりね実際の目で見た風景にはかなわないんですね。皆さんねやっぱりねこれ画像を見て風景見て綺麗だなって思った方はねぜひぜひ来てください。このね今見ている風景もね10倍いいです。ぜひご自分の目でねこう見てみてください。はい、ここ今木道の上から映しているんですが、ちょっとね水見てください、白く濁ってますよね。ここねあの温泉の匂いがプンプン、硫黄泉の匂いがします。ここからね、硫黄の温泉の成分がね流れ込んでるんですよね。はい、これがあの湯の湖の名前の由来です。はい、こちら湯本温泉の入り口になります。標高が1481メートル。あー本当にね今日はもう最高の天気ですね。あー本当にもう緑がねこの時期は綺麗ですね。いやー綺麗綺麗。そしてねもう5月の末でね山に雪が残ってるっていうのがすごいですよね。今年はやっぱり雪が多くてやっぱり冬寒かったですよね。はい、スタート地点湯の湖のレストハウス前に戻ってきました。はい、今日はね、3キロの湯の湖一周コース、約1時間半をかけてゆっくり写真を撮りながらとか、動画を撮りながら歩いてきました。いやこの季節ね本当におすすめです。今日はもう早朝だったんですが天気が良くて木漏れ日、それから爽やかな風、そして新緑ですね、本当に楽しめました。映像を見ても皆さん綺麗だなって思われるんじゃないかと思いますが、地元の私もね本当に綺麗だと思いましたので、旅行でねいらっしゃる皆さんはもう2倍も3倍もね感動すると思います。ぜひね皆さんお出かけいただきたいと思います。湯の湖ですね、最後の方に
橋を渡りましたが、あの橋からすぐ湯滝の干瀑台に階段で降りられます。ちょっとね、階段急ですけれどもね、せっかくねいらっしゃるんで、綺麗な湯滝も見て帰ってください。はい、今回は湯の湖の周回線コース早朝ハイキングをお届けしました。今回も最後までご視聴いただきありがとうございます。日光を見ずして結構という流れ、また次の動画でお会いしましょう。